衝撃。日本の領空を侵犯してるのに、中国軍機の領空侵犯にフィフィが一括。日中友好の現実とは、エジプト出身のタレント、フィフィさんが自身の SNS で日中関係に関する強い意見を発表しました。フィフィさんは投稿で、日本の領空を侵犯しているのに、未だに日中友好を叫んでいる政治家がいるの、と疑問の声を上げました。防衛省によりますと、26日午前に中国軍の YQ 情報収集機が日本の領空を侵犯しました。この機体は、最初に男女軍島の南東側で旋回し、その後、領空の外で数回旋回を繰り返しながら、中国本土方面へと飛行しました。航空自衛隊はこの侵犯に対し、緊急発進した戦闘機で対応しました。一方、超党派の日中友好議員連盟の二階俊博会長、自民党元幹事長と関係者たちは28日、中国共産党の序列第3位であり、国会議長に相当する聴覚祭、全国人民代表大会、全人代、常務委員長と北京の人民大会堂で会談しました。この会談では、新型コロナウイルスの影響で停止している、日本人への短期滞在査証の免除再開を求める要請が行われました。会談には議連事務局長を務める自民党の小渕優子選対委員長や、二階氏に近い森山豊総務会長も同席しました。さらに、28日午後には万英外相との面会も予定されており、日中関係のさらなる改善が期待されています。コメント。フィフィさんの意見には完全に賛同します。いい加減にしてほしい。腰抜けな国会議員たちよ。本当に国と国民を守る気があるのか。次に領空を侵犯した場合は撃墜するといった強い態度を示してほしい。北朝鮮の不審船が日本海で沈められ、その後引き上げられた際には、船内から北朝鮮の船である証拠が数多く発見されましたよね。それに匹敵するような強い対応があっても良いと思います。もちろん、それに先立つ外交努力や国際的な対話も重要ですが、中国の行動は限度を超えています。何十年も対話を続けてきましたが、そろそろ実力行使を検討する時期ではないでしょうか。そう感じませんか？時系列を考えると、二階氏の訪中は数週間から数ヶ月前には決まっていたはずです。その訪中の日程の直前に領空侵犯が発生するのは偶然とは思えません。つまり、何らかの反応を試されているのではないかと感じます。政治的な駆け引きに利用されている可能性があるため、現在は訪中する状況ではないので、改めて適切な時期にお会いしましょう。といった形で訪中をキャンセルする方が良かったのではないでしょうか。この時代にレーダーで位置を把握できないわけがありません。明らかに意図的な領空侵犯です。2回か3回の中国の高官と記念撮影したり食事したりするような、のんきな議員たちはすぐに退場してほしいですね。今更日中友好を唱えても、国民には全く響かないでしょう。これは日本人の共通の意見ではないでしょうか。外国人タレントに日本の現状を指摘される日本というのは、どうなんでしょうね。フィフィさんが日本を深く愛し、常に日本に関する投稿をしていることは知っていますし、彼女の投稿が私たちに考えさせることもあります。しかし、私たち日本人こそもっと関心を持ち、声を上げるべきではないでしょうか。根本的に、背景には国民の意識が影響していると思います。中国では、政府も国民も日本は格下であり、アメリカの後ろ盾を借りて邪魔な存在だから、機会があればその立場を思い知らせる必要があると考えています。だからこそ強気な態度をとり、時には武力行使も視野に入れているのでしょう。一方、日本では、政府も国民も中国はアメリカに次ぐ重要な国であり、日本の経済や安全保障に大きな影響を与える。武力行使などは到底受け入れられないと認識しています。そのため、友好関係を維持する姿勢を崩せず、外交も消極的になっています。このような状況で対等な外交はありえません。どれだけ日本で強い言葉が使われても、国民の意思が一致していない、武力行使を選ぶ覚悟がない限り、政府も強硬な外交を取ることはできません。その結果、中国は強気な外交を続け、日本は友好を重視した消極的な外交しか選べなくなるのです。要するに、問題の根本は政府の対応ではなく、国民の意識の統一にあるのです。日本と中国での友好の概念には違いがあるのではないでしょうか。中国では、対等な関係を持たない相手には友好の意味がないと考えられていると思います。日本でも、友達という言葉には様々なニュアンスがあります。敬愛し、大切にし、時にはお世辞を言う相手と、ただ一緒にいるだけの相手、あるいは見下しながら付き合っている相手とでは、関係の質が異なります。友達だと思っていたのに、
実は後者の扱いをされていると気づいて涙する人もよく見かけます。それではどうすべきなのでしょうか。気持ちは理解しますし、もちろん妥協する必要はありませんし、言うべきことははっきり言うべきです。しかし、国は国民の安全を危険にさらすわけにはいきませんから、対話や表面的でも友好関係を築くことが望ましいです。現在、友好を唱える必要はないかもしれませんが、もしも関係ないと考えて過度に強硬な手段に出ると、特に中国市場で利益を上げている日本企業に甚大な影響を与える可能性がありますし、結果として日本経済にも深刻な影響を及ぼすことになります。また、会見も進まない中で軍事的緊張が高まると、さらに問題が深刻化します。ですので、このような発言は少々無責任だと思います。現在の日本にとって、最も望ましいのは、中国に対して断固とした態度を示す政権の誕生です。日本経済から中国との関係を段階的に縮小し、中国政府に迎合する政治家を排除し、全く別の距離感で接する政権が必要です。日本の政治家の中で、最も中国共産党を脅威とみなしているのが高市早苗氏です。日本国を守るためには、高市氏の政権が実現することを切望します。単に領空侵犯されたとかされていないとか言うだけでなく、GPS データなどの証拠を提示し、中国及び国際社会に広く発信する方法はどうでしょうか。これにより、世界中に中国はひどい国だと再認識してもらうのがせいぜいだと思います。もし領空侵犯が進行し、東京まで侵入してきた場合、自衛隊は実際に攻撃するのでしょうか。このような状況でも遺憾の意を表明し、強く抗議しましたで終わるだけの日本なのかどうか疑問が残ります。頭から足の先まで中国で育まれた人々ばかりです。40代の政治家でさえ、親の代からの影響で根深い親中派です。だから、彼らを簡単に変えることはできません。親が親中派であれば、表向きには反中の姿勢を見せていても、実際には親以上に親中である可能性があるため、注意が必要です。そういえば、元中国大使の方が討論番組で史跡の話をする際、遠くを見つめるような目つきで微笑んでいました。まるで親戚や友人の話をしているかのようでした。ロシアとムネオの関係と同じで、すでに完全に染まってしまっているため、変わることは難しいでしょう。その通りです。領空侵犯があれば、撃墜を前提にしなければ国を守ることはできません。警告後に退去しない場合は撃墜。これは国際的な基準です。中国は領空だけでなく領海でも警告を無視し続けています。ミサイル一発で事態は一変します。領空侵犯機をただエスコートするだけの現行法は即座に改正すべきです。首相になってほしい人物が見当たりませんね。首相候補の中で国民から称賛されるような成果を上げた人は果たしているのでしょうか。長年にわたって高額な収入と特権を享受するだけの価値があるか疑問です。もし異論があるなら、成果や日々の業務を公開すべきです。確信を持って言えるのは、実際に国民の期待に応えるほどの仕事はしていないと思います。税金で生計を立てている以上、国会以外で何をしているのかを透明にする必要があります。秘書任せの部分も多いでしょう。キックバック問題で秘書の行動は知らないと言い張ったことからも、業務の多くが秘書に依存していることがわかります。せめて被災地に赴いてボランティア活動でも行えば、国民の評価も上がるでしょうが、困窮した地域を見捨てる政治家も多いです。結局、立派なことを言っても行動が伴わないのが現実です。能力に問題があるとしか思えません。政治家に向かない人があまりにも多いのが実情です。